かないんで多分井上選手出てくると思いますよ。はい、森さん、はい、井上なんですけれどもソックス膝の下まであったのをですね足首のところに下げましたね。はい、少し足を気にしている疲労が溜まっている可能性はあります。これは何かこう何かトラブルがあったんでしょうね。変動を求めたいんですかね。できます。井上がこぶしの力で左からクロス。ドネアも使って左を差し返ってきて、これが右だ。左のフックは井上の前です。大変な行動です。右のフックは空振った。ドネアももういっぱいいっぱいではありますかね。そうですか。いっぱいいっぱいですよね。で井上選手はちょっと強引ですけど、はい、プレスかけて、もう倒しにくいという気持ちでやってますね。ちょっと振りが大きくなってきました。でもいいと思います。マラドネアは倒れない。これは相打ちか。